リオネル・メッシのリアル選手キャリア、最終話。この企画は、リアルを意識したメッシが、パリ・サンジェルマンで CL 優勝を目指すキャリアモードである。ルールはこちら。リアルなメッシっぽいプレイをする。スキルムーブは多用しない。ポゼッション時のパス要求はほどほどに。ついに、この企画も最終話。グループステージを、全勝で突破したパリ・サンジェルマン、ベスト16でフランクフルト。ベスト8でマンチェスターシティ、そして、ベスト4でレアルマドリード相手に、奇跡の大逆転を収め、決勝の地でリバプールと激突。大会の得点ランキングは、エンバペが17ゴールで独走、クリスティアーノ・ロナウドが持つ、大会最多得点記録と並ぶ。アシスト部門はメッシが、14アシストでこちらも独走。お待たせしました。それでは始めていこう。決勝は現実と同じく、トルコ最大のスタジアムで行われる。パリの初優勝を願うサポーターが、イスタンブールの街に押し寄せる。互いのスタメンはご覧の通り、獲得レースから撤退したと噂される、ベリンガムがリバプールに加入している。ついにメッシがピッチに入場。試合は開始1分、ファンダイクとマッチアップ。さすがの圧力を感じさせられるも、ボールキープからムキエレがクロス。これはエンバペには合わず。5分。次はリバプールの左サイドバック、ロバートソンが攻撃参加。ヒヤリとするシーンを作られる。パリはメッシがボールを受けると、サイドバック、中盤が高い位置を取り、リバプールの屈強な守備陣を押し込んでいく。11分。エンバペに縦パスが入り、エリア内に侵入するが、自ら突っ込みシュートに持ち込めず、そこから作り直し、ソレイルがボレーシュート。今日一番のチャンスはバーに嫌われる。セカンドボールを拾い、メッシが守備陣の隙を探す。しかし、さすがはリバプール。ドリブルするスペースを与えてくれない。リバプールはボールを奪うと、前線のスピードを生かし、一気にパリ・サンジェルマンのゴール前まで、少ないタッチで攻め入る。22分のカウンターは、なんとか切り抜ける。23分。ドンナルンマのキックを、エチティケがマイボールに。ファビアンを経由したボールは、フリーのメッシに渡る。ディフェンスを抜いた。メッシー決まった。決めた。突然訪れたチャンス、さすがの落ち着きで相手をかわし、引き足で確実にネットを揺らす。決勝戦を動かしたのは、神の子、リオネル・メッシ。先制されたリバプール、すぐさまガクポがシュートを放ち、まだまだ試合はどうなるかわからない。39分、メッシがエリア内で前を向く。しかし、ここはボールをロスト。43分、コーナーキックからガクポがヘディング。守護神、ドンナルンマが片手でセーブ。試合はパリが1点リードのまま、前半終了のホイッスルが鳴り響く。49分、右サイドでボールを呼び込んだメッシが、対面したロバートソンをかわしドリブル開始。ファンダイクも抜き、寄せられながらクロスを供給。ここは追加点とはいかない。53分、カットインしたアーノルドが、エリア内に走り込んだディアスにパス、トラップミスに救われる。その流れからパリがカウンター。メッシがドリブルを仕掛けるも、ファンダイクに止められる。じりじりと押し込み出すリバプール。必然的にパリは守備の時間が長くなる。サンキュードンナルンマ。流れを変えたいパリ・サンジェルマン。64分20番、ネイマールを投入。逃げ切りも見えてきた74分。またも右サイドを起点に、パリが攻撃の糸口を探す。リバプールは自陣エリア内に7人。連動したディフェンスラインに、メッシがオフサイドに引っかかる。硬すぎる。78分。チアゴをフリーにしてしまうと、必殺のキラーパスが炸裂。やられた。ラスト10分ちょっと、試合を振り出しに戻されてしまう。初優勝が目前で白紙に。流れは完全にリバプール。パリにとっては苦しい展開。なんとか耐えて延長につなげたい。87分。
パリがゴールキーパーからビルドアップを開始。前線に残るリバプール選手を横目に、右サイドのメッシがカウンターを発動。一気にゴール前まで。エンバペ、しっかりシュートが決まるか。パリサンジェルマンのメンデス、メッシのリアルキャリアモード。最終話でパリに歓喜をもたらしたのはまさかの伏兵ヌーノメンデスだ。主人公メッシがドリブルで持ち上がり、最後はポルトガル代表のディフェンダーがアリソンの壁を打ち破った。何はともあれ89分に再びリードしたパリサンジェルマン、アディショナルタイムの2分間を守れば悲願の欧州カップトロフィーが手に入る。勝った。激闘を制し、ついにパリが優勝を果たす。そしてこの企画もフィナーレを迎えることに。パリの選手らが優勝セレモニーに参加。17ゴールで得点王を獲得したエンバペ、決勝戦の先制ゴール含む9ゴール14アシストを残した神の子がビッグイヤーを目の前にする。長いシーズン、そして7話にわたりメッシ企画をご覧いただき本当にありがとうございました。当チャンネルでは今後も個人をフォーカスしたリアル選手キャリア、そして各種検証企画の2本柱でお届けします。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で。